大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。はい、ということでね、先ほどの試合なんですが、まあ動画的には先ほどじゃないんですけど、なんとか勝たせていただきまして、まあスクイズ2回で勝ったっていうね、ずるい試合だったと思うんですけど、ああやってしていかんとね、やっぱスイートには勝てん。はい、ということで次向かっていきましょう。これ勝てばね、春の甲子園確定ということなんでね、何も、おわ、足出しが疲れただけだったあ、でも使い取れたらよかったよかった。はい、勝っていきたいと思います。相手はでもね、 A を倒してるから次 A 来ねえと思うんだよな。うん、多分ね。さあ、肩上がった、ミート上がった、ミート上がった、疲れは溜まった。須田君、甲子園行きの切符を手中に押さえるの同然、そういうことですよ。必ず勝ちましょう。さあ、誰だい、大引きコルルさん、さくらさん、そうね、コルルさん、パワーで勝てかと。岡野が調子が悪い、低評価つけたも調子が悪い。どうするこれ。もうちょっとな、岡野頑張ってもらうしかないな。なんとか途中まで抑えてもらって。ああ、さくらさん調子も悪い。ソロンさんか、たまにはちょっと津田君出す、無理でしょ、これじゃ無理でしょ。こっちはやっぱりラクスさん調子がいいけど、キャッチャー、そうね、ないないない、怖いな。よし、行きましょう。岡野が初戦ちょっとこの状態やべえな。初戦じゃねえわ、初っ端からダブルエースで頑張ってもらわないとのか。一丸となってひたすら勝利を目指します。第2回戦の模様をお届けいたします。さあ、何だろう、神崎 D とかやったらいいな。無理かな、 D じゃねえかな。拍手に送られて A かな、お願いします。さあ、2回戦プレーボールです。 B か。でもピッチャーめっちゃいいやんけ。ピッチャーいいな。でも意外性ねえな。ってことは特殊能力あんまないってことやな。マウンド上ピッチャーはイケモンですよ。お、向こうの調子も悪い。流し打ち、そいやー、打ちました。いいよいいよいいよ、初球から、ボールは中級、初球からいいよ。ナイスバッティングです。ナイバッチンでした。1点3点、何先行チーム追う展開で迎える3回です。3点も取れた。調子が悪いのきちいか。投げました、ストレートはボール。向こうの調子が悪いけど1点勝てると取ったのにな。投球これから2球目、高めきはどう。いいボールか。さっきのね、天神西のピッチャーよりはいいと思うんだよね。150何球ないから、140何球なんとかなるでしょう。投げました、打ちました、これも内野ゴロ。池本エラー取ってない、アウト、スリーアウトチェンジ。先行チームまだまだチャンスはあらず。ワンアウトランナー二塁。先行チームここはなんとか追いつきたい。ここは、お、魔物、よし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 、魔物あるぞ、魔物あるぞ。第9投げました、見送ってストライク、カクンとしたね。まだこれ8回ぐらい使おう。7回8回ぐらいまだ回ってきますからね。当然チャンスはある。最高でも普通に勝ちたいからね。ナイバッチ、ナイバッチ、あー抜けない、掴みました、これで続けないか。さあ、勝つさん、引っ張りかな。第9投げた、決まった、ストライク。まずは見送ってくれそうけどね、勝つさんね。1球目ストライクからゴー、ボール、うん、よう見たな、あそこ入っておかない。第3球を投げた、インコースヒットボールが若干タイムゼロ。追い込んで第4球を、あー打ち上げたか。あー打球はセカンド、落とさんかな、ポロッと落下点に入った、取りました、これで3アウト。結局2塁、まだ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 チャンスある。ツーアウト2塁。先行チーム、ここはなんとか追いつきたい。今日はセカンドフライとファーストゴロ、投げた、ほい、見送ってしまう。今のは打ってほしかった、ホームランで同点よ。セカンド牽制球です。ホームラン同点、タッチはセーブ、二塁はセーブ、打った、これは内野ゴロ。なんでさっきの振ってこっちを、違う、振られてこっちを振るの。もったいないね、もったいないわよ。ワンアウト一三塁、ちょっと待って、どうした。先行チーム追加点のピンチを迎えました。ちょっと調子が悪いね、調子悪いからね、これは。第9、はい、投げた、アウトコース低め、ドロップ外れてボール。ゲッツ欲しいね、でもね、絶対サードランナー返しちゃダメよ。投げました、直球ストライク、アウトコース抑えていこう、しっかり投げました、高めの変化球はもう満塁は絶対危ねえからな。第4球を投げました、打ちました、これこれこれ取れる、フォースアウト、おっしゃ、ゲッツ、アウトチェンジ、ゲッツゲッツ、素晴らしい。終わりまして3対ゲームはこれから後半6回になります。ここからね、コルグさん意地でもな、強襲流し打ちしておきゃすんな。でもな、アウトコース高め、これが一番なんか良かった気がするんだよな。本当は引っ張りなんだけどね。投球これから2球目、まあ、あれ持ってるから、広角打法持ってるから、ストライク、広角持ってるんで当たった飛んできたの気がするな。第3球をセンター返しみたいなね。投げました、インローキャンドルフォークは怖かったね、まだ
シュッポン投球これから4球目シュッポンインハイシュートさあ頑張れ第5球ノーアウトなんだよねあらカットボールタイミング悪いノーアウトランナー追う展開で迎える7回マジであれ待って待って違うイリルさんが先に出ちゃってるかこれはちょっと想定外ですよ打ち上げてしまった落ちる落ちないこれでワンアウトランナーは一塁変わりません、ジタンさん出せる選手は須田くんか代打は須田先行チーム代打構成に出ます盗塁ゴール送球判定はアウトうんなんで盗塁したんでしょうかって話なのバッター2年生天谷今日はここまで3打数ノーヒットあ俺ダイソーのつもりやった代打出したんか疲れとんな疲れてますねダイソーしてよしよしよしと思ったら津田君出しとこうと思ったら代打出してしまったら失敗投げた外れた天然で失敗したどういう監督やねん第4球はマジでよく見たフォアボールストレートのフォアボールさあ大引き大引きですね流し打ちですねでもね投げた初球に送ってストライクよいしょさあ持ち前のファイトが全面に出てきました1点返してマジで内角低めあれ入ってねえやろどう見てもどこでストライクやん審判どこに目つけてんのマジで1つ外してボールだ俺審判の顔見えてねえよ第4球はボール見えてねえやろ絶対はいやー1点さらに取られてしまったか先行チーム追う展開で迎える7回です引っ張っちゃう第9投げた同じ子やったらさ同じ子やったらやっぱ流し打ちでしょあーお祭り男取っとくかワンアウトやしノアウトやしお祭り男の本領を発揮することができるのかシュートはボールなんとかイルリさんまで回らんかな第3球を投げましたシュートは空振りすごい厳しいねさあ4球目はい打ちましたこれは抜けないか落とさないかそしてランナー1塁に戻りますライト掴みました落とさないかこれでワンアウト厳しいねランナーは1塁変わりません本当に松尾とかさっき使ったしな引っ張り第9投げました初球空振りどうしたここ勝ちたいで第2球投げました低めボール球打った当たり損ないピッチャーまでいいです1塁アウト2アウトランナー2塁に変わりますもあるよすげえみんなお祭り男やな第9投げました強引に引っ張り出せ、ま、ず強引に引っ張り出せんです8回表ちょっと待ってなんでタイミング合いませんタイミング合わねえな第3球を投げました外角ストレートは外れてもこの次がないですよな回してくれれば投げた低め回してくれれば外れてもツーアウトで回ってくるのもちょっともったいねえな次は5球目投げた打ちましたサードヒットで回ってこないのかあー回ってこないスリーアウトチェンジなんとか抑えてくれうわ守備神崎リードで迎える8回です守備かワンアウトランナー1塁という場面、はい、バッターは2年生大津抑えろ第2球投げたオッケー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 意地でもね入るまで投げさせるからね直球ゲッツー低めさあここはゲッツーシフトを敷きますよしよしなんで上の方行ったよ投球これから4球目打ったゲッツーボールを掴んだ1ピッチャーは2塁送球ぐるぐる回ってんじゃねえよ今これで2アウトランナーは1塁なんでぐるぐる回ってんだよなんだあいつ第9カーバーサイズ守備下手くそですね守備鍛えないかんね第2球オッケー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 抑えよ抑えよ次はねイリルさんからやから第3球を間もなるで打ちました間もなるからね第4球なんとか3点返していこう輪郎際どい球ボール抑えろまず最近こうサインと話になるからな投げましたオッケーナイスボールさーてーさいよいよ9回に入りますさーてー魔物ここで3打数1安打魔物たまに当たれば魔物 しっかり当ててこう第2球3点ぐらいやったらエラーで返せる外角高め空振り伸びのエラーで返せるよ第3球を球当てろ投げましたおっしゃ走れ落とす次へエラー一塁へ送るよし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 危ねえ危ねえよし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 まずエラーからなでクセモノをクセモノを使ってどうするさくらさんかよしよしよし
でファイトで調子を上げます。持ち前のファイトが前面に出てきました。流し打ち第9投げました。ボールバットに当たればね、バットに当たればなんか起きるよ。第2球投げた、ストレートはボールかい。頑張れ。第3球を投げた、受ける。あっと落として。ちょっと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 。ああ、セカンド持ってる。セカンド。何そのエラーたち。そのエラーたち何マジで。すげえ。そんなこと起きるんやな、やっぱ。クセモノ。さあ、持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。投げた。初球。おお、普通にヒット。抜けた。普通にヒットよ。すげえ。すげえすげえすげえ。満塁満塁。エラーエラーエラー。いいバッティングを見せました。ポロ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 落とせる。先行チーム。なおもチャンスが続いています。さあ、同感。引っ張り第9投げた、見送ってボール。オッケーオッケーオッケー、ノーアウト満塁。さあ浜谷、もうおお早い。大丈夫大丈夫、まだまだエラーあるから。3球目投げた、高速シュート、ボール。さあ見ていこう、ここ見よう、ここは見ましょう。投げました、よーし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 、オーケーオーケー。流し打ち第9投げました、外れた。入らんかこれ。ヘナタはテイダさんか。第2球ボール、おっと入らんぞ。審判もなんかよくわからんあれだ。第3球を投げました、インサイドミュークでストライク。ここはさすがにね。第4球は、はっ、高速シュート、おっとっとっと、本当に入らん、本当に入りませんよ。流れ来たか。まあまあまあ、三塁へ牽制を送ります。おえら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 後ろ流すのも怖いけど、まあ、これ見ていきましょう。はい、第5球投げました、5球ど真ん中やったね、ど真ん中でしたね、今ね。最後第6球を投げました。おお、読みた、読みた、読みました。強心臓、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。強心臓、待て。第9初球はストライク、まあまあまあ、まずは見送りました。流し打ち、強心流し打ち。さあ次の投球、高め、惜しい。いいよいいよ。第3球を投げた、打ちました。あぶねえ、危ねえのかいいんか分からんけど、投げた、打ち上げたか。あー、これはもうエラーもクソもあったもんじゃねえわ。いいぐらいやったらポロ掴みました。しかしそれを取るんや。これでワンアウト、ランナーバッターは2年生か。先行チーム最低でも外野フライが欲しい局面です。さあ、こう、うわ、ちょっと待って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 、コルさん、あ、焦っちゃダメ、焦っちゃダメ。第2球投げた、よし、球当てればね、球当てれば絶対にエラーしてくれるから。第3球を投げた、そう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 、普通ヒットやし、帰ってこいって帰ってきた。そうそうそう、逆転、よしよしよし。いや、まあまあ、魔物ですからね、魔物ゲーって言われてますからね、俺のゲームは。これですよ、完全今回はもうイリルさんのおかげですね。ポロッ、わー、惜しい惜しい。チームなおもチャンスが続きます。でも1点じゃ怖くね。いや、満塁ホームラン、あ、スリラホームラン投げました。もうスリラホームラン、スリラホームラン、行こう行こう。第2球、うわ、引っ掛けた、しかしエラーするぞ、ポロッとね、走走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 、よっしゃ。ずるい、ずるいかもしれない、ずるいかもしれない。でもそんなの関係ねえ。第9投げました、初球決まってストライク。そんなの関係ねえぞ、こちらね、そういうカードがあるから、皆さん一巡してるからね。ヒット、普通にヒット、普通にヒットですよ。入ってこれるか、入ってこれるか、これはエラーやな、エラーからのもう1点。あー、入ってこ、チームさらに、しゃあないしゃあない、よし、いいよ。もうなんか強振でさ、ポパスかポパスになってるから、もうついていこう、ついていこう、みんな下がる下がれ。お祭り男たちも持ってるからね。第2球投げました、後ろお祭り男たちや。あー、あらエラーか、あらエラーや。ヒットやって、ヒットやって、やったー、5点、何点取った、8点、8点取ったか、津田すげえ。第9投げました、打ちました、いけー、これまたエラーするぞ、ポロッとな、ほらね、これはしょうがないわ、しょうがないと思う。先行チーム、なおもチャンスが続く。ピッチ変わってもだ、かわいそう、今日はここまで3打数のヒット、ランナー走った、おーしゃー、セーフ、いや、いいねー、いや、いいね、もう、なんですか、あー、もうやりたい放題。第3球を投げた、好き勝手やってるわ。3球目空振り、ちょっと、間違えた、甘や頑張れ、お前、お前ちょっとエラーでも何でもいいから。第4球を投げた、ボール、さあさあ、5球は5球目、おっしゃー、惜しい、クッキーって感じだったね。
お打ちました。エラー。あ、急抜けた。急抜けた。これエラー。これはエラー。先行チーム。サード。ああすごい。すげえ。すげえ。めっちゃ打った。めっちゃ打ったぞ。エラーもありながらのヒットもあり。投げた。オッケー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 。なんかね、9回までなんか。ねえ、何やったよ。おっとエラー、あーそれ無理か、エラー、あー惜しい。スリーアウトチェンジ。長かったし、長かったずっと。11対4、先行チーム逆転に成功しました。なんだこれ、待って待って、じゃあもうここは何点取られてもいいでしょう。変な話、守備変えていこう。キャッチャーも変えていこうね、ほんならね。オッケー、先行チーム何点取られてもいいでしょう。からの高打順、しっかりと抑えてくれればいいや。第9、そう初球空振り、バットが空を切りました。どうするでも7点ぐらいまた取られたら。第2球止まらん止まらんみたいなことだけど、投げた2球目ストライク、素晴らしい素晴らしい。ストライク取り込んだ、緩急重視にして1球外す、もう1球外してからのまた外角。次は4球目投げました。146キロ直球、いいね、すごくいいくない。あの森福とかさ、投げました、シュートは佐山みたいな感じで、うん、左に対しての第2球投球が素晴らしい。投げました、もうし外角に投げれるってすっごい、ね、投球はこれから3球目。ふう、3球目、ほらほらほら、届かない届かない届かないっすよ。3球第4球を、そういや投げました、低めボールだけど、まあボールか、ボールっておかしい。まあ、強心臓を持ってもしゃあないけどね。強心臓が力を発揮するのか。せっかくの投げました。オッケー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 、取れるよ取れるよ取れる、足早い足早い。おお、かっこいい、ファインプレー、かっこいい。いよいよあと1人、取った取った取った、かっこいい、かわいい、かっこいい。ボディシめっちゃ打ってる、今日2本、ここはなんとしても抑えたい場面、今日2本打ってるのか。白石に変えよう、ここはね。先行チーム、投手の投げます。やべえ、あんなに見せられたらすげえ、なんかよしよししたくなるやんか。インローへ、顔は可愛いし、いいね。このボールも空振り、一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は白石、そいやー、マウンドの際どい球、ボール。ずっとキレが続くからね、インコース。次が4球目、投げた、いや、いい当たり、いい当たりじゃないのは。ダイレクトで当たった、狙ったインコースじゃないのは。ナイスバッティングです。結構打ってるからね、ホームランもそうです。バッターは1年生池上、今日はここまで4打数2安打、インコースいいボール、ストライク、まずは決めてきました。いけ、第2球投げた、ストレートはボール、かインコースへ、よいしょ、佐々木さん頑張って抑えですね。第3球はボール、キャッチャー頑張れ、そいや、第4球を投げた、打った、取れるよ、イエス、おーっと、ドド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 よかった、魔物の勝利だね、完全に魔物の勝利やった。でもヒットもいっぱい出たからね、10本、小西にホームラン2個打たれてるけどね、それ以上に9回の表なんだこれっていう試合でしたね。やりました、やった、春の甲子園出場できるかどうかは確実ですねとか言ってんのにまだわからないみたいなね。おー、白石がだいぶ上がった。津田くんもミートが上がったね。でも足は速くなったし、あの守備が良かったね、津田くん C とかね、まだまだ B、A がいないからね、 A 少ないから頑張って上げていきたいと思いますね。はい、ということで、いやー、いい試合でした。どんどん上がってどんどん上がって、よしよしよし。はい、ということでね、チャンネル登録1000人目指してます。よかったらね、あの共有ボタンを押してこの動画面白いよみたいな形でね、宣伝していただけるとすごい幸いでございます。皆さんで頑張ってこのチャンネル盛り上げていきましょう。ではまた次回の動画でも、お会いしましょう。バイバイちゃーん。